皆さんこんにちは、和食料理人のえりこです。今日は赤しそジュースに使える赤しそシロップ作っていきます。6月と7月が旬になっていますので、ぜひこの機会に作ってみてください。今回はこの赤しそでシロップを作るんですけど、余ったこのしそでゆかりも作っていきますので、あのゆかりご飯のってるゆかりですね、ゆかりも作っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。私の公式 LINE 登録しておきますと、50代のための健康なる5冊の教科書をお渡ししておりますので、ぜひお受け取りください。それでは作っていきましょう。あなたはクリームソーダに懐かしい思い出はありますか？赤しそのシロップを水で割って飲むのは王道ですが、実は炭酸水で割ってバニラアイスを乗せるとクリームソーダになるんです。クリームソーダは時代を超えて愛されるジュースですが、私は喫茶店に行くたびに思い出すことがあるんです。私は青森県の高校を卒業して調理の専門学校へ進学するために大阪へ引っ越したのですが、引っ越し先の片付けを終えると同時に急いでアルバイト先を探しました。その時のアルバイト先の先輩が大阪の天王寺にある純喫茶スワンという大阪を代表する喫茶店に連れて行ってくれたことをよく思い出します。大阪は全国でも喫茶店の多い都市として有名ですが、当時は嬉しくてワクワクしたのを今でも忘れられません。クリームソーダは子供の頃から思い出がある飲み物だとは思うのですが、当時の青森県には米田コーヒーもスターバックスもなかったので、それまでの私はおしゃれなカフェにも喫茶店にも行ったことがなかったんです。初めて来たのにおしゃれなカフェよりもなぜだか落ち着く空間、そして程よい焦げ目がついた本物ナポリタン、喉を潤すクリームソーダ、程よいカラメルの昔ながらの固めプリン、これらを初めて食べた時に頑張って大阪に来てよかったって心底思えたんです。それから10年以上経った今でも家でクリームソーダを作るほど私の中では大切な思い出の一つです。昔ながらの喫茶店のクリームソーダにはさくらんぼが乗せられていることが一般的でしたが、今回は以前紹介した私の懐かしい思い出が詰まった手作りの青梅の蜜煮を入れて初夏のクリームソーダを作りたいと思います。また爽やかな赤じそで作るジュースは蒸し暑い梅雨にぴったりで、疲労回復や成長作用、ダイエットにも効果があると言われています。大人になるとジュースを飲む機会がほとんどなくなりますが、無添加のジュースが簡単に作れるのは嬉しいですよね。赤じそのシロップを作っておけばジュースだけでなくかき氷やヨーグルトにかけても爽やかなアクセントになるので、見ても食べても美味しいです。あなたは手作りのゆかりを食べたことがありますか？今回はシロップを作った残りの赤じそで手作りのゆかりも作ります。手作りのゆかりは無添加なだけあって、驚くほど香りが高くて香ばしくてご飯との相性が抜群なんです。手作りのゆかりであれば香りが抜群なので、お茶っ葉とともに急須に入れてお湯を注げばしそ茶の出来上がりです。暑い夏は冷たい飲み物を飲みがちで体が冷えることもありますが、そんな時におすすめの飲み方なので、ぜひ真似して作ってみてくださいね。それでは最後に一句歌います。一口で思い出巡る初夏の味、レシピと作り方は概要欄に載せているので、わからないことがあればコメント欄で教えてくださいね。はい、赤じそシロップの作り方の動画はいかがだったでしょうか？こんな感じで容器ですとかペットボトルに入れて保存していただければと思います。私はちょっと甘いのが苦手なので砂糖の量を結構減らして作ってるんですけども、日持ちさせたいっていう方は私の作っている砂糖を倍の量にして作っていただければ数ヶ月間日持ちしますので、ぜひお試しください。こんな感じで色がすっごく綺麗に出来上がるんです。美味しい。はい、赤じそシロップの作り方の動画はいかがだったでしょうか？わからないことがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。私の公式 LINE 登録しておきますと、50代のための健康になる5冊の教科書をお渡ししておりますので、ぜひお受けてください。1、心身の健康を維持する技術大全。2、和食で更年期の悩みを改善する。3、和食と栄養学。4、害にならない和食。5、NG 添加物ハンドブック。こちらの5冊をお渡ししておりますので、ぜひお受け取りください。それではまた会いましょう。バイバイ。